おーい卵卵卵とぼやき出したぞ。うわーだっうわーだっは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 っ卵ゲームちょ俺らも今買ったばっかで全く分からんけど、多分卵でアスレやるゴルフイットの卵版みたいなで家版だから、死んでるし、これ回復かな、なんだこれ、あー HP 回復っぽいな、届くのこれ、あ届くんか、あれ何してもダメージ食らえないだね。ああで HP これ左上にあるんですけど、なえあクリアし、ええっ教室リアルやな、ちょっとほんとだ、えすげえ、えこれ日本人の人が作ったのかなこれこの高さちゃ多分普通割れると思うけどね上から机から誰だこれ同じ色校長さって人これが自分の玉だと思って頑張れよ、必死になれるだろ、ちょいてえ毎回もう落ちた、着地するたびにいて転がるのはむずいな、あの丸っこくないからか、あやばい、ラグビーだ、やばいかもやばいかも、俺 HP いくつ今、96、あー俺130、あー125になったな、うん、あー死ぬかもしれん、あ誰か割れた、誰か割れたな、校長、校長先生、あ、回復した、よし、もう踏ん張る、踏ん張るってやつ、これ意味あんのかな、あおい、これマジ分度器クソ無事じゃねえか、ざけんな、あ、むずっやべえこれコントローラー対応してねえこれ、俺、ダメだよ、卵割れちゃったどこで、カバンの上待っとけ、拭いとけよ、ほら本当カバンの上、あこれ難しいわ、えこれさ、え分度器、え分度器行かなくていいのかな、いや多分本当分度器バカあの分度器なんて年に1回ぐらいしか使わんだろほんて先生が精度叩くときぐらいしか使わへん、あんなかわいそうに辛かったんだな。よし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 。おーい。なんかそ、あとこれさ、まっすぐ飛ばないよね。なんか。飛ばん。それもあれか。大変になっとるから。あーね。やばいやばい。これおもろいな、第1ステージと第2ステージの難易度グンって上がらんかったかただのチュートリアルだったな、これ本番ですか、よしよしよし、うん、あージャンプできる、あーやばいやばい、え届かん、えいけるこれ、あえ教団最後の教団届かねえんだけど、もうそこまでいってないんだ、掃除箱に乗れてないわ、あお見合いしたなんかねえの、いけそうなところ一気にありそうだ、ダメだよ君はすぐそうやって逃げるんだよ逃げじゃん、あーやばいなやばいな、このゲームなかなかなやばさを誇ってるな、でも実質これ一面だよでもそうなんやんなちょっと難易度ごめんね、なんかこんなこれやろうぜって適当に言っちゃってなんか俺ゴルフイットみたいなゲームだろうなって俺もなんかぬるい感じかと思ったのに、よしよし
ステージ5とかめっちゃ人いいんじゃないのこれ詰まってみんなもう絵文字でずっと会話してんじゃないフィフーフィフーおい分度器よそこやばいなちょっと分度器嫌いになるくすなんか嫌いなって多分もう、ね、見やんやろあんなもう卵一生食わん俺決めたわそれは難しいやばいよだいぶ朝2個食ったけどああ卵とぼやき出したぞ卵やべえうわーだうわーだあーおーよく言ってんだろ真の紫ああそういう風にいくんだあー見てんのかカンニングしてんのかずるよくね教室だけにおーいけるショートカット見つけましたああーそれねどっからいけるしょうもない そこのショートカットあってもしゃあないだろ使うんだよ光源使うし明日から使う200回くらい使う安心するでしょ自分が見つけたからに動画作ってやろこれ僕が見つけたんですよってハッ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 おやば自分を鼓舞したリアルに死んだんかってくらい俺おいキュークリタンカランだなこんなとこで終わるわけにはいかんこれ途切れ途切れないなんでボールってこれあれかあこっちでいいのどこやと思ったん俺あのさあの教団の上なんか黄色いなんかあるんじゃんでこれ最後これマジゴールだったらマジ簡単だわこれ来れないやつおるの人間じゃないわ人間卵やで俺そうでした行ってみようあーなんであトースト獲得数あリトライできるこれなんかトーストってやつ2個あるらしいぞここえ多分あれあるわもう一個こっちかあ取れたトーストよしあトースト2個取れたえ何してんの君たちえザザザザコザちゃんと書き切ってるザコ書きに来んないや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 楽しいなあれまたいや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 楽しいなあれ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 楽しいなまだ俺惜しいところまでも行ってないからいやいや結構あれだから分度器行ったら惜しいってマジで分度器も行ってないかまだじゃあね、まあ、分度器のコツ教えるじゃんしくじり先生ここあるじゃんここまっすぐ行ってさもうこの分度器に乗ったあたりでジャンプしちゃえばまず届くじゃん乗れるそれじゃあ分度器のにエリアに入った瞬間にジャンプすれば分度器自体も全部ジャンプで越えられるってことこうやってこの辺でもうジャンプで OK あーそういうことかそう乗らんでいいんか全然越えようと思わなくていいで転がるとこは結構この椅子の角でギリジャンしすぎるとさっきみたいにジャンプ判定がない場合死ぬからあんまりギリジャンしなくていいと思う、うん、全然届くでこの逆さになってる机のとこはバーにギリジャンしようとしたらバーがあるじゃんはいそのバーのとこで卵が上に上がったなっていうガクって乗り上げたなって時にジャンプすれば多分上に当たんなくて届くと思う全然あそこ乗り上げるの乗り上げられるグッてなるからあ、まあそうだうんでもジャンプしたらもうレールに乗るからもうそしたらもうクリアよあ分かったありがとうあ、まあ、いいぞ冷た
笑うと死ぬ冷たえ、なんかお金貸してって言ってきて貸し順があれだなっつって帰ってくるやつみたいな。なんで落ち着けないんだろう。いつもそうだった、ちっちゃい頃から落ち着きがないって言われて言い聞かせんな自分に。あ、なるほど、やべ、コーチングさすがだな。だろう。はい、一旦止めます。ザザ始まったあれ、それ教えてないんだけどな。ああ、教団ずれた。教団レールか、黒板の黒板の方に飛ぶの最後。あ、そうだよ。え、教団じゃなくて。教団は違う。そういうことか。俺と同じ間違いしてる。まっすぐまっすぐまっすぐ。あ、こっちかなんや。で、これもまっすぐ行ったらゴールよ。来たね。さあ。負け。あ、え。ファミマン。勝てー。これはこうよ。